こんにちは、ゆかこです。今回はメランジで編むヘアバンドの編み方をご紹介します。着用イメージはこんな感じです。簡単に編めてシンプルな形に仕上げています。材料です。メランジを半玉分使います。ちょっとまん丸になっていますが、これメランジです。あとかぎ針が8号5ミリのものを使用します。あとはハサミととじ針、あとあればマーカーをご用意ください。それでは早速編み始めましょう。まずはちょっと長いですが、作り目を150目作っていきます。はい、これで作り目の150目が完成です。では続いて2段目編み始めます。まず鎖2つで立ち上がって、で端から3つ目の目、ここですね、この3つ目の目に半目、鎖の間から針を入れて長編みを編みます。はい、こんな感じです。で、あとは一番最後の一目を残して、長編みをずっと一目につき一目ずつ編んでいきます。最後の目は長編みを2目同じ最後の目に編み入れます。続いて3段目、鎖3目で立ち上がって編み地を返します。続いて鎖の根元の目に手前の半目だけを拾う長編みを編みます。こんな感じで半目だけを拾って長編みを一目根元の目に編みます。そしてここからは同じく手前の半目だけを拾う長編みをずっと端の一番最後2目だけを残して2目手前まで編み進めてください。はい、これで2目手前まで編めました。最後は長編みの2目一度で減らし目をして編みます。まず一番手前の目の半目拾って、こんな感じで手前だけ拾って長編みの途中まで編んで、次の隣の目にも半目に針を刺して長編みを半分編んだら、最後は3つ一緒に引き抜くと、これで2段目が完成です。続いて3段目のまま編んでいきます。立ち上がり鎖2目を編んで編み地を返します。そしたら
次は隣の目、最初の鎖の根元の隣の目に針を刺して長編みを編みます。できたらこの段も前の段と同じく手前の半目だけを拾って長編みを最後の一目を残すところまでずっと編んでいってください。はい、これで最後の目、前段の立ち上がり3目、鎖3目の3目目ですね、の半目の部分だけに針を入れて、こんな感じです。そして長編みをここには2目編み入れます。よいしょ。こんな感じで立ち上がりの3目の3目目に針が入って、ちょっと見えづらいですが、3目目に針が入って、でここに長編みを2目増し目で編みます。同じところに針を刺して長編みをこれで2目入りました。はい、 1,2,3 で3段目ですね。でまた鎖3目で立ち上がって編み地を返します。では鎖の根元の目に手前の半目だけを拾って長編みを一目編みます。鎖3目も長編み一目とカウントするので、これで最初に長編み2目が入ったことになります。このまま同じく手前の半目だけを拾う長編みでずっと端まで最後2目残すところまで編んでいってください。はい、なかなか長い道のりですが、これで最後長編み2目一度で編みます。減らし目ですね。まず一番手前の半目だけ拾って長編み途中まで編んで、続いても隣の半目だけ拾って長編みを最後この3つを一気に引き抜く編み方で、はい、これで 1,2,3,4 段が編めました。もう編むパートはここで終わりです。150目長かったですね。お疲れ様でした。あとは糸を切って糸処理をしていきましょう。はい、これでベースの部分完成です。あとはヘアバンドには結んで形にしていくので、
この次に、結び方をご紹介していきます。一緒にやってみてください。はい、まずじゃあ頭に巻くバージョンからご紹介します。ちょっと目が慣れてなくてキョロキョロしてて、ちょっと恥ずかしいんですが。はい、まず頭の上でいい感じの角度のところでキュッと、ちょっときつめに結びます。こんな感じかなと、鏡を見ながらやるといいかなと思います。そして一回結んだところと同じところにもう一度くるっと結び目を作って、で、キュッと形を、結び目の形を整えます。そしてあとは両端を、このバンドの部分というか頭に巻いてる部分にちょっとこう折り込んで中にしまうようなイメージで、折りたたむと、よいしょよいしょ。折りたたむと、反対側も、折り込んで、中にペタンと入れ込むと、よいしょと、いけるかな？こんな感じで。はい。超簡単にヘアバンド完成です。続いては平置きで結ぶ方法です。これも最初バンド部分は頭に巻いてみて長さを調整してから平置きで結ぶといいかなと思います。あと、まあ私はいろいろ結び方をちょっと試行錯誤したいなと思って、もう特に縫い付けとかはしなかったんですけど、毎回結ぶのめんどくさいという方は、もうこうやって結んだ後、糸端というかこの両端をバンド部分に縫い付けてしまって、形を固定しちゃってもいいかなと思います。ちょっとお好きな形が見つかったら、ぜひアレンジも楽しんでみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。基本的にシンプルで簡単で可愛い作品をいろいろ出しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。